のは花澤おじさんの方法対するは2ソアちゃん、花澤さん B ね、今日ゲームが1つでデジがラコンボにはいけない、花澤さんダメ、いやもういいじゃん、ゴリから1回ドカッと行くのは無駄になっちゃう。さあ画面端まで上がっていく、3点差が来て1点目は5万円で復活、伸ばしていく、止まらないといけないので締めるようにしていました。次は松戸台別の小物から奥締め、まあ、あと1点1点1点止まらないで、みんなのね、パークで取ったのは2個3個2ラウンド、あと1個から取り締めていく、一番完璧みたいに、宮古
ダウンロード2ファイト行くよ。JAB とイカ、JS バルク側は JB とみたいな。何やろ、もう JB と JC しかしてない。マッチでしょ、マッチでしょ、マッチでしょ、6人 JB が2人でいく、その間の聞こないわ、ゲットして引っかかるのか、ここまで行きづらいですよ。それそれはい、では奥の状態でお願いします。ダウンド3ファイト。はい、ヤンドリアのトリアのファンタワルクラスカバイティングのファンタワルクここでブラッドヒートの解放投手、体力はかけじ全て回復するでしょう。あれはじ、今度押し込んでいくのはリサオさんがね、ここでしっかりと耳が差し込んでいく。何でしょうね、大体体力を持っていく。飽きないね、もう差し込みの出し稼ぎに結構ね、欲しいですね。ここ伸びるのを落としよう。ここで噛み合う。ここでイレッパとミエが噛み合ったかな。バンカーかな、わかんないけど。中継戦、勝ったのはリサオさんなのや。ダウンの1、ファイト。さあ、出てきたのはストレッチ。あなたのダメージで、ベンチが何かくれるか。ブロバックとしてランカーしていく。おやめください。しっかりとバックしたところ足元行く。当たり直せる。ここもなんか深いか当たって、ここで引っ張ってから今度2が回ってかれない。おじさんなのやが押していく。そこで押していくのは分かんない。ここで当たってきましたね。このアイテム分かれないから、特にダメージ取られることもなく、ガーッと立ち戻していく。そしてここで捕まえた。投げて、ダメージ端、もう一度位置を入れ替えていく。リサオさんが中段、しっかりと見ている、ダメージ端。まだ赤いの、ミルクはここで解放投球。こちら、両者解放投球ですよ。ちょっと待って、これは3回目の勝利です。こちらね、取ったのはストレス。ダウンの2、ファイト。あなたはダメージ。ああ、ベルトとか当たったけど、主に主に回してるんですよ。
関節痛みがあってね、大きい痛みは、すぐ、手に一つ、大きい腕に合っていた、面倒が、ガッシュのコンボを、使ったけど、ちょっと痛みとってるのは、ここで人数が当たらない。飛び出してくる、内側ベイビーハスの上で突っ込んでくる。飛び出すと、あれまた裏落ちは攻撃で展開した感じの最後の展開よう分かんないけど、何かしらの勝ってるかもしれないです。ダウンの藤野さんの追加、いい人になるんですね。ステビー、モナが当たって、今ここでは攻撃の裏側です。今取っているのはストネス、しっかりとロックを自分が出して攻撃するのはストネス。よし、完璧でいく。福田 J から固めていく。しっかりボーターを攻撃していく。しっかりと派生を上げていくが、これもしない。しっかりボーターを攻撃していく。ここで、シンゴ。このシンゴに合わせていくが、お玉がしっかりとシンゴの中に入っていく。彼を取って、ダメージを集まり、4投げの試合になっていく。三角不思議。本日勝敗。グローバックを少し動かしますからね。ここで絡んでいく。もう一度デスパイティングがここでノーレンジを使ってハンター合わせていったら上手に突っ込むのはあなたをダメージで僕のように勝つ。おやめください。まだ来たのは藤村おじさんの失礼ダメージ来たのか奪ってる。じゃあまあ奪ってるほぼ言えますけどね。モナゲ、ここで右モナゲ、後ろ取っていた、ウソノイさんが、コモに来て、おっと、ここで今つな、パッチさせる、残り体力とかいろいろあったけど、それはダメでしょ。いろんな意味でそれダメでしょ。さあ、ダウンの、あー、ってみんな言った。さあ、チェンジャンと見ていきましょう。プレッシャーを受けて、ジェンジの、突っ込んできたところ、ウエストそこに、マイク。やめください。最下位です。おやめください。どこがよくいいのか悪いのかよくわかんないですね。オッケー。同じレプレッシャーをかけていくのは、藤野さんの、ここで全員が止まって、ここに行くのは、ストネス。しっかりと、おかしいですよね。あなたをリベンジに。あ、水川さんに、たたみに行く。一番がレプレッシャー。メジャー入って、一旦防衛を塗る。目の星が足らない。試すように勝ち前に勝ちながら捕まえたがこちらもコンボに置けないと藤野さん勝ちに捕まえて受け抜かせてあの状況を読み合わせて頑張りました。丁寧に行きます。しっかりと見ていた弁当をガードして弁当をガードし て, ドして弁当カウンターからこれは逃げられる。リハセから逃げていく。ここでゲリが入った。あー5キャラ分かっていた。勝ったのは、藤野さん、聖書とはチームですね。ありがとうございます。はい、ではですね、1回戦第1試合は第4試合なんですけど、冷静になったので順番通りにやってはいきます。コーラ将軍防止ファンタクシーに出てくるのは、イルサナルト。では第1ラウンド見ていきましょう。ダウンのワンファイト。どっかで見たことあるからだと。調理は多分入ってないと思うので、ちょっとこっち開けるので、よろしくお願いします。神田さんのとこですね。
帽子も取り返す。ダウンド3ファイト。さあ、ドリキじゃあ、俺抜けます。キョウさんに変わります。これ誰と誰、帽子とアイルスタッカー。はい、お互い取れます。いい状況だね。
ルスくんのアルケード。何これ、中堅戦法とか。よろしいか、出るわらじゃねえか。バウンドバウンドバウンド。ではリンゴタイム。若さん、お少しで生産機お願いします。ベールバルじゃねえだろう。いい気にならないで行きます。余裕がなくて。ですか。ゼビの一番で今度はまだまだ行きます。そうだ、嫌いにしないでしまう。だから、ゼロトークにゼロトークがコンサートしてるんで、今度は、ベールバルじゃねえだろう。バカ、ここでバカ、どうしてカウンターするか。本当に打てない。もう一度打ちたいけど。引っ張ってるが、60名は電撃を使って固めていく。固めが長いジェシット。今回のジェシットはコンボにしない。絶対の EX 作動。これは差し込んで。ジェシット割と安定する。ジェシー、カフェに戻っちゃってるね。
まだあの練習を出しましたけど、ピラーで ここでゴーミンさん差し込んでいったのかな。ピラーでしっかり牽制していく、ジャンプへ、ジャンプへから降りた、ピラーで2回したんだ、ゲーム入って、ね、ゲームから、ピラーでまだこう、ここでピラーを落として、次は、これ、メール。中堅戦法戦、勝ったのは先方、メールバルカニカロア。ダウンのワンファイト盛り上げる遅いどっちそしてアップさんの手明らかに攻撃当たるが運ぶにはいけない。ここで9対0のカウンターワンダーランドを除くと上がりますけどここでしっかりだね遊ぶのはエンバーじゃねえかのは受けないで処理券ここにいたぜひカウンターからここでこの裏もそれほど力で裏面を取られるシールドへ降りてきた登りちゃったシールド裏さあクーダゲームが果たして一応ね通ったのはベールバレじゃねえかろうダウンのシールドファイトまたまた通りつかんでいくここにはいきなりの OB からさあ、銀を押し込んでいく電撃使ってうまくプレッシャーをかけていきたいロアガワさあ、いつになるのか電撃使ってうまくプレッシャーをかけていきたいさあ、ここで銀を使ってそろそろ1本札が出ない押し込んでいく止めた、ロアガワさあ、食べていく俺の上に僕が上に出ていくブロバックコンピが後方に行ってたまんねえな正気かダメガール、ここでエロアガーデンに振っていくブロバックスのようで数いたノーボジャンプシーズンのオープンライクダメだったノーボジャンプから固めていくバレギン、ジャンプ2段中だからノーボジャンプゲールがここはピンクのオープンだと思う当時を受けて入って4500くらいからしておくとねシルド、ここでシルドを2位に合わせていく。ここで拾えないが、板を入れた。スケジュールを吐いていった。届かない。クーダが出ない。もう一度受けちゃって。しっかり重ねていくロア。クーダ、しっかりと極めていった。最後に投げて、勝ったのは、もうちょっと楽しませてベルバラじゃねえか、コブラじゃねえか、ベルバラじゃねえか、合いますじゃねえか。